2011年 J プロツアー第9戦の東日本クラシック石川大会が復興福祉支援特別大会という名称をつけ、東日本大震災の被災地でもある福島県石川町で開催されました。まだ気温が上がり始めていない午前9時、最高峰カテゴリーである P1 の選手たちがスタート地点の学法石川高校前に集まり始めます。9時30分、選ばれた84名の選手たちが石川町内をパレード走行しながら戦いの舞台となる周回コースに向かっていきます。リアルスタートが切られると早速集団前方ではアタック合戦が開始されます。早くもアタックを決めたのは7名の選手、島野レーシングの村上選手、宇都宮ブリッジ戦の広瀬選手と若杉選手、ボンシャンス飯田の福島選手、富士サイクリングタイム .com の松尾選手、チームユーラシアフォンドリエストバイクスの中山選手、そしてエルドラードの石垣選手というメンバーです。メイン集団では京都マッサフォーカススーパー B や湘南ベルマーレ、オーベスト D プラスデザインなどがペースを作りますが、先頭集団とのタイム差は3分前後を推移します。6周目に入りレースが動き始めます。それまでメイン集団で生還していた島のレーシング勢が前回同様に一気にスピードアップ、集団は縦長の展開となっていきます。スピードアップの中心的存在となったのはやはり元オリンピック代表の鈴木真理選手、チームメイトの青柳選手とともに先頭の7名との差を一気に詰めていきます。そして先頭集団との差が1分にまで縮まると、上り区間で西園選手が一気にスパート、これに宇都宮ブリッジ店の中村選手のみが反応しますが、その中村選手もつけずに徐々に離されていきます。結局西園選手は単独で先頭集団に合流。島のレーシングはエースの西園選手を先頭に送り込んだので一気に有利な展開を手に入れます。島のレーシングは村上選手が西園選手のために先頭を引きます。さらにボンシャンス飯田の福島選手やチームユーラシアフォンドリエストバイクスの中山選手は自らがエースなので攻撃を継続。一方宇都宮ブリッジ店勢はメイン集団でチームメイトが追走を開始しているので待機となります。7周目、先頭は4名となり、宇都宮ブリッジ店が中心となって追走を続けているメイン集団との差は40秒となります。前半から逃げ続けている中山選手、福島選手、広瀬選手が消耗する一方で、まだフレッシュな状態の西園選手はアタックのタイミングを伺います。そして上り区間に入ったところで西園選手が満を持して再度アタックを決行。他の選手たちは一瞬にして置いていかれ、西園選手は単独で最終ラップへと突入していきます。厳しい暑さの中懸命に逃げる西園選手、そして最終ラップの最後の上りでルビーレッジジャージを着る増田選手が 50m 後ろまで迫ります。しかし粘る西園選手は追い上げてきた真鍋選手をかわしてトップでゴール、嬉しいプロ初勝利を飾りました。2011年 J プロツアー特別戦の JBCF 東日本クラシック修善寺大会がアップダウンの厳しい日本サイクルスポーツセンター 5km サーキットで開催されました。シリーズリーダーの証、赤いルビーレッドジャージを着用しているのは宇都宮ブリッジ店の増田成幸選手。対して全日本選手権以降好調を維持する王者島野レーシングは2戦連続で勝利を飾り、ポイント差を一気に詰めてきています。12時ちょうど、国内トップクラスの78名の選手たちが日本のロードレースの歴史を築いてきた伝統のコースへと一斉に飛び出していきます。コース上に再び雨が降り始めた2周目、8名の選手たちがアタックを決めて先頭集団を形成しました。快調に飛ばす先頭集団はスピードの上がらないメイン集団に対してすぐ2分近いアドバンテージを築きます。一方メイン集団はオーベスト D プラスデザインの西谷選手などが上りでスピードアップを図りますが、先頭集団とのタイム差は1分30秒から2分の間を推移。途中パール泉、住田ラバネロの角田選手、稲雨アイランド、信濃山形の新井選手なども追撃を仕掛けますが、これらは間もなく吸収されます。
会長に飛ばす先頭集団からポンシャンス飯田の福島選手がメカトラブルで交代。1人減って7名になるもラップタイムはそれほど落ちずにレース中盤に向かっていきます。先頭集団で最も余裕のある走りを見せているのは島野レーシングの鈴木譲選手。強い風の中、スピードの上がらないメイン集団との差は最大で3分ほどにまで開いていきます。厳しいコースコンディションの中で膠着していたレースが動き始めたのは12周目。先頭集団をマネージメントしていた島野レーシングの鈴木譲が一気にスパート。これに宇都宮ブリッツェンの初山が反応して2名の先頭集団を形成します。14周目、先頭は島野レーシングの鈴木譲選手と宇都宮ブリッツェンの初山選手の2名。1分差で先ほどまで先頭集団を形成していた愛三工業レーシングチームの鈴木健一選手、マトリックスパワータグの長良選手、富士サイクリングタイム .com の五十嵐選手、宇都宮ブリッツェンの小坂選手の4名が続きます。一方、メイン集団でも動きが出始め、島野レーシング勢を中心とした揺さぶりで集団は不安定な状態となります。16周目、何度も攻撃が仕掛けられていたメイン集団からマトリックスパワータグのガロファル選手、島野レーシングの鈴木真理選手、愛三工業レーシングチームの伊藤選手、鳴島フレンドレーシングチーム八王子の岩島選手の4名が抜け出しに成功。前を走る4名に襲いかかります。時を同じくして先頭集団でも変化があり、宇都宮ブリッツェンの初山が交代、島野レーシングの鈴木譲が単独でゴールを目指していきます。残り2周、追走の4名が逃げていた愛三工業レーシングチームの鈴木と宇都宮ブリッツェンの初山を吸収。レースは逃げる島野レーシングの鈴木譲を1分差で6名が追いかける展開となります。これまで高い実力を評価されながらも勝利とは無縁だった島野レーシングの鈴木譲選手が初勝利に向け力強くペダルを踏み込んでいきます。ラストラップ、再び単独で追走を開始した愛三工業レーシングチームの鈴木健一選手との差は30秒。3番手集団を走るマトリックスパワータグのガロファル選手は何度もアタックを仕掛けるものの、愛三工業レーシングチームと島野レーシングの抑えを振り切れずに先頭から45秒差でファイナルラップへ突入します。終始積極的な走りを見せていた島野レーシングの鈴木譲選手が追い上げてきた愛三工業レーシングチームの鈴木選手に13秒の差をつけて逃げ切り、待望のメジャーレース初優勝を飾りました。ピュアホワイトジャージは島野レーシングの青柳選手がキープ、ルビーレッドジャージも宇都宮ブリッツェンの増田選手がキープしています。2011年 J プロツアー第10戦の JBCF 南信州松川ロードレースが高い難易度を誇る長野県松川町の1周 7.5km の公道サーキットコースで開催されました。徐々に気温が上がり始めた午前11時、国内トップクラスの実力を持つ92名の選手たちが厳しい松川町のコースへとスタートしていきます。パレード区間を終え一気にペースを上げてきたのは王者島野レーシング勢。これに対応できたのは宇都宮ブリッツェンの3名とマトリックスパワータグのガロファル選手のみ。2周目に入ったところで早くも7名の先頭集団が形成されます。攻撃の手を緩めない島野レーシング勢は上り区間に入ったところでさらにスピードを上げ、先頭集団を細分化していきます。一方、先制パンチを食らったメイン集団は愛三工業レーシングチームが落ち着いてペースを作り、島野レーシングの奇襲に対応していきます。結局、優勝候補の選手たちを含む5名の選手が先頭集団を形成しました。その後、島野レーシングの西園選手が暑さにやられて交代し、先頭集団は4名となります。レース中盤に差し掛かり、積極的に逃げる先頭4名とメイン集団との差は少しずつ縮まり始め、タイム差は1分前後を推移。そしてメイン集団から数名の選手がアタックを成功させ、追撃グループを形成します。残り2周、先頭の4名に追走の3名が合流し、先頭集団の数は7名となります。ラストラップに入り、それまで積極的にペースを作ってきた島野レーシングの鈴木譲選手が遅れ、先頭集団の数は6名に。
ゴールに向けて何度もカウンターアタックが繰り返されますが、その都度島のレーシングの鈴木真理選手が動いてアタックを吸収。そして優勝争いは6名によるゴールスプリントに持ち込まれました。最初に仕掛けたのは愛三工業レーシングチームの中島康晴選手。しかしスプリント力に勝る島のレーシングの畑中雄介選手が一気に先頭に立ち、混戦の松川ロードを見事制しました。松川ロードを終え、ルビーレッドジャージは宇都宮ブリッツェンの増田選手が依然キープ、そしてピュアホワイトジャージも島のレーシングの青柳選手が守っています。